令和3年度第1回能力検査15レース雨が降ってきた帯広競馬場をスタートしました8頭1障害に向かいます2番オロロンマツ3番ジェイ・メイビー先行して1障害オロロンマツ下りましたその後ジェイ・メイビーそれからジェイ・カレン続きますあと続々降りていきますが1頭1障害1番コーシハバニラが っと座り込んでいます。前は2番のオロロン松後ろを離して先行します。一旦止まっています。1日障害の中間、離れて3番ジェイメイティ、4番ジェイカレン、5番アバシリダイヤ並んでいます。その後8番バイオレッタ7番コシハアナ、そして6番タロウの娘。 父は新守護馬、ニューカ太郎です。一番の高芝バニラは、まだ第一章が残っています。二番、オロロン松先頭。その後、六頭固まっています。オロロン松が先頭で二章が手前です。二番手以降。まだ二章が手前には来ません。 さあ2番のオロロンマツが第2障害仕掛けて登っていきますさあどうか止まらず来ました2番オロロンマツ先頭で2障害下りましたその後ジェイメイビーが2障害手前今仕掛けていきます3番テイカバイオレッタジェイカレンが2障害手前に来てすんなり来た3番ジェイメイビー2障害2番手で降りました あとは第二障害の手前です。前まもなく残り10に差し掛かって2番オロロン松ツ先頭です離れて3番ジェイメイビー2番手残りバツか2番オロロン松ツ1着その後残り103番ジェイメイビーいい足を見せています残りバツか3番ジェイメイビーが2着3番手2障害よりて 8, 8番バイオレッタ その後はまだ各場第2障害さあ外7番甲子派穴が上がってきました今4番手で下ります前残り30を切って一旦止まりました8番バイオレッタまた方を進めてゴールに向かいます離れて7番甲子派穴4番手ですあとは4番ジェイカレンが2障害降りています前残りわずかです8番バイオレッタ3着 その後は7番甲子派アナ今残り10を切りました離れて4番ジェイカレンと止まっています7番甲子派アナ3着その後ジェイカレンにアバシリダイヤが並んできました2頭残り3 0メートルを過ぎようとしていますしかし止まりました 第十五レース、一着は二番、オロロンマツです。このレース唯一の男馬。父は北のドリーマー。生産は陸別町の村上さんです。あとは三番ジェイメイビー。八番バイオレッタ、七番コーシュハアナ、ゴールに入っています。この後は第十六レースです。 スタートまでお待ちください。